皆さんこんにちは、こんにちは、霊夢、突然だけど今世界に独裁国家は何カ国くらいあると思う？本当に突然ね。難しい質問だわ。今まで解説してきたしくじり国家は大体独裁国家だったわね。北朝鮮に中央アフリカ、イエメン、ソマリアはそもそも無政府状態だから独裁国家とは言えないわね。中国、ロシアなんかも独裁国家に入るのかしら？正解は54カ国だぜ。イギリスのエコノミスト、インテリジェンス、ユニットという研究所が毎年発表している民主主義指数をもとに判断させてもらったぜ。民主主義指数って何よ？面白そうな指数ね。詳しく解説するとこれだけで1本の動画作れそうになるので、サクッといくぜ。民主主義指数はこの5つの項目によって算出される。そして指数によって4つのグループに分類されるぜ。なるほどね。さっきの54カ国はすべて 3.9 以下だったということね。独裁国家54カ国のうち、アジアとアフリカが25カ国ずつ、北アメリカが2カ国、そしてヨーロッパと南アメリカが1カ国ずつだ。ヨーロッパと南アメリカの国が気になるわね。南アメリカ唯一の独裁国家がベネズエラだ。そしてヨーロッパ唯一の独裁国家が今回解説するベラルーシなんだぜ。なるほど。欧州最後の独裁国家というわけね。ロシアはタイトルの都合上アジアとしてカウントさせてもらったぜ。随分恣意的な理由ね。ちなみに我らが日本国は24位と思っていたより低い。完全な民主主義ではなくて欠陥のある民主主義扱いなのね。政治参加が低スコアになっているけど、心当たりはあるわね。ちなみにドイツやフランスの国政選挙の投票率は 70% を超えているぜ。ヨーロッパの国は選挙に熱心なイメージがあるわ。次は今回のメインディッシュ、ベラルーシを見てみようか。167カ国中150位と随分低いわね。それぞれのスコアもほぼ最低レベルだな。ベラルーシは日本との貿易額は年間50億円程度、在留邦人数は53人と日本と馴染みが薄い国だぜ。ならベラルーシのことを知らないのも無理はないわね。でも最近ニュースでちょくちょくベラルーシという単語を聞くようになったんじゃないか。いや、私ニュース見る暇があるならネットフリックス見るからわからないわ。お前、ゆっくり解説者なんだぞ。自覚あるのか？いやいや、数ヶ月に一本しか更新しないのにゆっくり解説者を名乗らないでちょうだい。なぜ今ベラルーシが話題になっているかというと、今年の8月に大統領選挙があったんだぜ。インターネット世論調査では現職のルカシェンコ大統領の支持率が 3% しかないと公表され、ベラルーシ社会にショックを与えた。しかしいざ選挙が終わるとルカシェンコ大統領は8割以上の得票を得て圧勝した。いやいや、どうなってんねん。まさに国民は霊夢と同じ気持ちだ。国民は選挙結果を信じず、抗議デモが勃発するようになった。デモ隊と治安部隊との間で幾度となく衝突が発生し、参加者が拘束されたりされている。香港と似たような状態ね。デモは数十万人規模の大規模なものに発展し、毎週行われている。国営企業でも大規模なストライキが起こっており、ベラルーシ社会は大混乱に陥っている。ストライキは国営テレビ局にまで広がり、誰もいないスタジオだけが延々と映し出されるという事態も発生したぜ。国営企業って国家予算で食べている人の集まりでしょ。その人たちがストライキするって相当政権に対して不満が溜まっているのね。今回の動画ではまずはじめに独裁政権が誕生するまでの経緯を解説する。ベラルーシという国自体についても触れるぜ。そして独裁政権がどのような道を辿ってきたかを解説するぜ。お願いします。そもそもベラルーシってなんだよって人も多いと思うので、まずは簡単に説明するぜ。ベラルーシはロシアとポーランドに挟まれた国だぜ。ちなみに世界最北の内陸国となっている。面積はおよそ20万平方キロメートルで日本の半分くらいだ。人口は950万人ほどだな。小さくもなく大きくもない国ね。ベラルーシはソ連解体に伴って独立した新興国だ。へぇ、ソ連に属していたのね。そうなんだぜ。ポーランドとロシアという強国に挟まれていたせいで、ロシアに支配されてはポーランドに支配され、という感じに交互に支配されてきたんだぜ。このような歴史のせいでベラルーシ人の民族意識は薄かった。また、ベラルーシ人は悲劇の民族とも言われる。悲劇の民族、理由は主に二つある。長年支配され続けてきたというのも理由の一つではあるが、まず第二次世界大戦の被害が尋常じゃない。ベラルーシで起きた第二次世界大戦の惨事といえばハテニ虐殺があるわね。ハテニ村の住民がドイツ軍によって焼き払われて皆殺しにされた事件だな。ハテニ村の他でもベラルーシでは600以上の村がナチスドイツによって焼き払われて皆殺しにされた。戦前は920万人だった人口のうち、約4分の1に当たる220万人が戦争によって死亡したそうだ。そして国富も半分になったそうだ。4分の1が死ぬのは凄まじいわね。しかし戦後のベラルーシは目まぐるしい復興を遂げる。急激に都市化や工業化が発展し、
ソ連の組み立て工場、とも呼ばれるほどになった。ちょっと気になったんだけど、ベラルーシってこの時はすでに独立してたの、それともソ連だったの？その当時は白ロシア、ソビエト社会主義共和国だったぜ。独立していたのね。ちょっと勘違いしているな。ソ連というのはソビエト社会主義共和国連邦の略称だ。15のソビエト共和国が結合し、ソビエト社会主義共和国連邦を結成していたんだ。ソビエト共和国は民族に基づいた行政区画のようなもので、ソビエト連邦政府に直接所属していた。なるほどね。じゃあ独立はしていなかったのね。そういうことになるな。一応、連邦共和国の自治権はソビエト連邦によって保護されていたそうだ。ところで、白ロシア、ソビエト社会主義共和国っていう名前なんか変じゃないか。何か、別におかしなところはないと思うけど、白ロシアってなんだよ、って思わないか。白ロシアがあるなら黒ロシアもあるのか、なんて。確かに、白ロシアってどういう意味なのかしらね。実は白ロシアの由来については昔から議論されているが、未だに決着がついていないんだぜ。誰がこんな変な名前をつけたのかしらね。許せないわ。一説として、指針、として知られる中国の色彩包囲観に由来するという説がある。東を青龍、南を朱雀、西を白虎、北を玄武とするやつね。そうだ、南を赤、西を白、北を黒が象徴している。白ロシアという用語は14世紀に生まれたとされている。この時代のロシアは北部、西部、南部がそれぞれ別の民族に支配されており、三分割されたロシアを方位を示す色を用いて区別したのが始まりだとする説だ。ベラルーシはロシア西部だから確かに白色ね。脱線しすぎたな。申し訳ない。誰も覚えていないと思うが、ベラルーシ人が悲劇の民族と言われている理由について話していたな。そんなこと話してたっけ？2分30秒ほど巻き戻して見てみてほしいぜ。確かに言ってるぜ。それで、ベラルーシ人が悲劇の民族と言われている二つ目の理由、チェルノブイリ原発事故だぜ。チェルノブイリ原発ってウクライナとベラルーシの境界付近にあるのね。汚染物質の7割がベラルーシに降り注ぎ、国土の 22.3% が汚染されたという。国民の4分の1が死に、国土の2割が汚染される。これは悲劇の民族ね。以上がベラルーシ人が悲劇の民族だと言われる理由だぜ。さて、1990年代に入るとソ連の各地でイスのナショナリズムが吹き荒れたが、ベラルーシではそれほどでもなかった。ベラルーシ人の民族意識が薄かったせいね。1991年にソ連が崩壊。ベラルーシは白ロシアからベラルーシ共和国となって独立した。1994年に実施された大統領選挙ではアレクサンドル・ルカシェンコが当選した。汚職追放、国家主導の経済改革、ロシアとの統合などの大衆迎合的な公約を掲げて圧勝した。この人こそが今現在も政権を握っている独裁者ね。皮肉にもベラルーシ国民が最初の民主的選挙で選んだ大統領が欧州最後の独裁者になってしまったわけだ。2004年には大統領の多選を禁じる憲法を改正して可能とした。そして様々な大統領権限を強化した。2006年に行われた大統領選挙では8割以上の得票で再選した。8割以上って、国民はこの独裁政権を容認しているのかしら。ところがどっこい、この選挙は得票率が改ざんされており、野党候補やその支持者に対する妨害が行われていたという証言が出ている。なるほどねー。2010年の大統領選挙でも8割弱の得票率で4選を決めた。これも同様に不正選挙だったと言われている。不正するにしても6割くらいにしとかないと怪しまれるでしょ。2015年の選挙でもやはり8割以上の得票率を得て再選している。国民からの反発なんかはないのかしら。得票率は操作できても国民の感情までは操作できないと思うわ。もちろん抗議運動は発生した。しかし反政府運動は政府に徹底的に取り締まられているのが現状だ。本当に不満が溜まっているのなら香港みたいにめちゃくちゃになるはずよね。政府が取り締まりが追いつかなくなるくらいにデモが発生してもおかしくないわよね。抗議運動が発展しなかった理由としては社会が比較的安定していたことが挙げられるぜ。ソ連崩壊後もベラルーシはロシアと密接な関係を維持していた。ロシア産の原油を国際価格よりも大幅な安値で供給してもらい、海外に売りさばいていた。ただの転売屋じゃないの。なんとこの転売が一時期 GDP の3割近くを占めていたらしい。転売恐るべし。こういうわけで比較的高い生活水準が維持され、国民も政府に対して強い不満を抱くことはなかったんだぜ。しかしだ。ここ最近は状況が大きく変化している。どういうことよ。2010年代以降、原油価格が下落し、転売で稼げなくなった。これはロシアも同じで、経済が停滞し苦しんだ。そしてベラルーシへの原油供給価格を引き上げざるを得なくなったんだぜ。こうなるとベラルーシは大打撃。ベラルーシ側の損失は110億ドルにも上ったという。今まで経済が好調だったから良かったけど、こうなったら国民の不満もどんどん増していくでしょうね。これに追い打ちをかけたのが新型コロナウイルスだ。
ルカシェンコ大統領は外に出て畑仕事をしていればコロナになどかからない、ウォッカを飲めばウイルスは死ぬ、などと発言をしていたが、当の本人がコロナウイルスに感染してしまった。綺麗なオチ。そして2020年8月9日に実施された大統領選挙。冒頭で言ってた支持率が3しかなかったやつね。今年の大統領選挙は大注目だった。首都ミンスクではルカシェンコ政権の退陣を求めるデモが起きた。そしてかつてないほど多くの野党候補が出馬を表明した。さすがにここまで来たら票を操作できないわね。潔く負けを認めるしかないわ。たくさんいる野党候補の中で頭角を現したのがティハノフスカヤだ。ティハノフスカヤは政治、経済、外交などの公約は掲げず、ただ一つルカシェンコ独裁を終わらせる、ことを公約とした。自分が当選したら大統領選挙をやり直すという公約を掲げたんだぜ。作詞ね。大統領選挙直前には6万3千人を動員した大規模な支持集会が開かれた。もう当選は間違いなしね。いや、ルカシェンコはここで引き下がるような男じゃないぜ。7月末、ベラルーシ国内を通過して外国へ向かう最中だったロシアに民間軍事会社の社員33人を拘束した。この社員たちはベラルーシで政権転覆を引き起こすために送り込まれた破壊工作員であり、それを手引きしたのがティハノフスカヤというストーリーを作った。そして大統領選挙ではルカシェンコが8割以上の得票率を得て圧勝したわけね。選挙結果に納得できない国民によって毎週数十万人規模の抗議デモが開催されている。そしてティハノフスカヤはリトアニアに国外追放されてしまった。ベラルーシはどうなってしまうのかしら。拘束された人からは警察による拷問が蔓延しているとの証言も出ている。ひどいわね。こんな国があったなんて知らなかったわ。欧州各国や米国も制裁に乗り出している。こんな政権が長く続くとは到底思えないし、終わりも近いだろうな。今後のベラルーシに要注目ね。ついさっき出たニュースによるとティハノフスカヤがロシアから指名手配されたそうだ。アルメニアとアゼルバイジャンの間では戦争が起きているし、旧ソビエト共和国に不穏な空気が漂っているな。今後の動向に注目していくぜ。というわけで今回の動画はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。